折るでしょ。膝までが、はい、上がるかどうかです。いやもうもうダメですね。太ももがそっか、太いから。ここでもう止まってるんで。あ、そもそも足がやっぱり膝まで通らないですね。やっぱ筋肉ですかね。筋肉ですね。にならないです。え、ちょっと反対向きに背中はどうなんて。もうなんか小さいものをただかぶせてるだけって感じの。もうパンパンパンですね。30センチぐらい違いますよね、多分肩幅の。20センチ。かなり大きくしないとダメですね。あららら。らじゃあここでもうオーダーメイドっていうことでよろしいでしょうか。はい。方。はい。それしかないです。それしかない。はい。始まりました。はい。はい、はい、ということで、こちらはですね、私もお世話になっております RS 太一さんのフラッグシップショップさんに来ておりまして、そしてね、ナルト親方が、どうしても皮つなぎをね作りたいということなんですけれども、いろいろね考えた結果、やはりですね、ナルト親方大きくてらっしゃるので、もうこれはですね相談するしかないということで、今日ね RS 太一さんの西村さんに相談してみようということで、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。親方ね、それでなんかちらっとサーキットっぽいところも、はい、まあ普段でもね、サーキットもそうですけど、普段でもこうできれば、なかなか自分のサイズ探しても、ね、そうなんですよ。そうなんですよ、ね、まあ、そうですね、作るしかないですね。作るしかない、ね、オーダーしてくれるということで、はいはい、もちろん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ親方、ナルト親方 の用途に合うスーツでしたら、はい、GP MAX 103というスーツ、103、はい、こちらが合うんじゃないかなと思いますので、はい、当社の、まあ、大きく分ける国産のスーツですと、こちらの GP MAXと呼ばれているスーツと、あと GP エボというスーツがあります。2つの大きな違いというのは、このパターンの違いですね、はい、設計パターンの違いになるんですけども、GP エボの方がよりその現代のスーパースポーツですね、バックステップがついたり、はい、肘を突き出すような走行スタイルにそぐうような形にもともとなっておると。比べるともう袖、肘の角度、膝の角度だったり、股の開き具合だったりというのに非常に差が出るスーツですね。全然違いますね、膝のところ。そうですね、より前傾を意識するので、こちらの方が、前身というこの前の長さですね、ここが短く、背中は長く、もう本当こういう姿勢になるのを強要されるんですけども、はい、一般道だったりツーリングにもという用途、あとはネイキッドのオートバイとか、うん、アップライトなポジションの場合はこちらの方がよりそぐうパターンの方が多いので、はい、まあ、今回そういった用途をご希望されているので、はい、私としてはこちらをお勧めしようかなと思っております。ちなみにRS 太一さんで、はい、その元お相撲さんのお客様っていらっしゃったんですか。もう今回初めてで。初めてですか。びっくりしております。でも親方、お相撲さんといえばやっぱこう、ね、4つ意外とこうバイクの前傾スタイルに似てるなっていう。まあ、ツーリング等々の用途、あとはお乗りのバイクのような、はい、アップハンドルなバイクとかでしたら、はい、もうこちらの方が好む方が多いですね。どうしてもこのスーツだと、もうこの姿勢のまま気をつけができなくなってしまうスーツになるので、ね、なのでこちらがよろしいんじゃないかなと思います。はい、今現在一番大きいサイズは何が。現代一番大きいのはもう XX ラージのワイドというものになるんですけども、分かんないですよ。XX ラージのワイドのワイド。ただそれでももう185センチまでの設計になるので、もうとてもじゃないですけど、そうですね、足りないと。17センチも違うと。そうですね、そうですね。ではここからは、制作室の松本さんにですね、採寸をお願いします。はい、よろしくお願いします。で、届かない可能性があるということでですね、後ろに脚立もね用意していただいたので、ちょっとねそれを使いつつ、親方の採寸をお願いいたします。首の周り、脚立使うの初めてですか。初めてです。だから こっち向いてもらった方がいいですか。 48.5 48.5、はい、
今まで大きい方も採寸したと思うんですけど、はい、親方はどうですか、サイズは。かなり大きいです。かなり一番、はい、筋肉がしっかりあるので、はいはい、あのまだ触った感じは、はい、あの骨格としてはまだ分かりやすいもんです。あ、62 27、はい、では次肘丈です。肩幅的に54ってことですか。そうですね42、そのまま袖丈です。75。お尻の高いところにあって、ね、私のこの肩の下ぐらいのところにヒップが日本人とプリントあって、かっこいいです。かっこいいお尻。127、こんな高いところで、次は着丈になります。ズボン丈です。長で、太もも付け根です。81。私のバストより大きいです。1m。 うわすごい。え、太ももで。あ、そっかそっか。あ、これ、あ、なるほどね。バイク乗車姿勢だと筋肉の、はい、以上です。どうですか、測ってみて。あの数字的には親方の大きい。そうですね。あの日本人とは違うので、あ、腰が高い、足が長い感じが。いやいや、もう見る見るがもうどんどん、もう分かんなくなるんで。